ついにこの日が来たか。こんなパチスロは見たことがない。大迫力というのはこういうことを言うんだ。待たせたな。最高の痛みを味わえ。本当の恐怖を見せてやる。死ぬ覚悟をするがいい。生きることへの憤怒だ。ヤマトは獲物を逃す。大変。私はエヴァ、誘惑してみる。行くぞザ・ボスの弟子。圧巻の演出表現力を実現した新筐体。日本が誇る超大型ゲームタイトル。ストーリーと出玉がリンクする次世代バトル。新しさと遊びやすさを両立したゲーム性。最高のエンターテインメント体験が始まる。パチスローメタルギアソリッドスネークイーター。映像、サウンド、演出ボリューム、全てにおいて時代の一歩先を行く革新的ハード。次世代筐体ビッグボス。32インチフル HD 全面液晶で見せる圧倒的な映像美。一枚液晶だからできるこだわりの演出。そして124ギガビットの大容量液晶ロム搭載によって収録されたムービー演出はおよそ600ゲーム相当の大ボリューム。全世界でのシリーズ累計販売本数4920万本以上。日本が誇る超大型ゲームタイトルメタルギア。壮大なストーリーと魅力あふれるキャラクター。メタルギアの世界を再現。重厚なメタルギアの世界観をシームレスに堪能。圧倒的な臨場感が味わえる次世代バトルシステム。黒7を狙え。 ART 平均継続ゲーム350スネークイーター作戦突入。 ART スネークイーター作戦はエピソードごとにボスキャラたちとのバトルが楽しめる。各エピソードは主に3つのパートで構成。敵キャラとの対決につながるオープニング演出。二人っきりだ。邪魔する者はいない。おい。ゲーム数不定状況変動型バトル。勝利すればエンディング演出から次回バトルに続く潜入ステージへ。潜入中のレア子役成立で突入のチャンス。ビッグボスタイムはセット継続型のデュアル特化ゾーン。ビッグボスタイム中に獲得したセーフティーゾーンゲーム感は次回バトル中無敵状態に。さらにエンブレム完成で次回バトルが勝利確定。戦況が刻々と変化する新バトルシステム。リプレイが頻発すれば戦況は不利に。逆にダンボールやレア子役を獲得し流れを引き寄せれば戦況が有利に展開。成立役にかかわらずスネークの攻撃機会がアップする。スペシャルリプレイ成立ならその時点でバトル勝利確定。さらにビッグボスタイム突入のチャンスも。そして ART 準備中のレア子役成立から金7演出発生でさらなるロング ART の大チャンス。通常時はレア子役成立でミッション突入のチャンス。全長型ミッションバーチャスミッションはソコロフ救出成功でボーナス、期待度 35%。 さすがね。より期待度の高い自力型ミッションサバイブミッションは子役成立でチャンス。敵を撃破すればボーナス、期待度 60%。ボーナス60ゲーム継続のビッグボーナス。赤玉を狙え。チャンス告知演出のシアター BB では多彩な演出で ART を抽選。完全告知演出のフラワー BB では大天菜が叫ば ART 確定。レギュラーボーナス30ゲーム継続のレギュラーボーナス。レア子役成立でビッグボーナスの昇格抽選。ビッグボーナスさらに突入すれば ART の大チャンスとなるスペシャルレギュラーボーナスも搭載。 ART 当選のチャンス区間、サブシスタンスゲーム、コンティニューゾーンはそれぞれボーナス ART 終了後に突入。このチャンス区間での当選は ART の大チャンス。コンティニューゾーンで当選すれば ART 終了時からバトルが再開。想像を超える興奮と感動を、最高のエンターテイメント体験がついに始まる。どちらかが死ぬ、どちらかが生きる。生き残った者にボスの称号を受け継ぐ。お互いの忠を尽くせ。さあ来い。パチスローメタルギアソリッドスネークイーター。